三浦工場の最終回4組スタートいたしました。今シーズンはワールドカップでもチャンピオンにも輝いた大きな自信をつけての今シーズン地元日本の全国大会であります。しかしこの積極的に前へピッチ上げています。赤いは3番で前を変えます。今は3番で前傾8番カナダのタサンドラ・グラデットが出てきています。タサンドラ・グラデット、続いて中国のハンプーシュ、ハンプーシュ2番で日本の坂井優が3番で4番韓国チェ・ジョンボになります。赤井はまず4番で3番で前の2人がちょっと入れ替えで入れ替え、セットに入れ替わってきました。坂井がこれをまず3コーナー2番目を取り込んだ。2番で1コーナー入りました。まずはこの2番としっかり振りながら道路徹底セットになったか。15度のハンプーシュ、ハンプーシュです。ハンプーシュの応援から数えます。日本の応援を堂々と手にいただけば時にとっても大きな力になります。坂井が先頭立っている。残りの周期で坂井が先頭、ここから坂井もう一度とスピードを上げて逃げ切るか。坂井から S に入ります。2番手中国ハンプーシュ、3番手カナダ、ここは